とりあえず、まあ、はい、このドリームレースオールスターの開催のは、はい、2連続優勝中というところで、はい、気持ちの入り方はやっぱり違いますか？違います、うん、その中でちょっとまあ気になったのがやっぱり、はい、フレームでその、はい、松戸の時に使っていたものとかで結局どれぐらい悩んだ感じだったんですか？でも川崎のレースで、うん、あのこれじゃダメだなっていうのがはっきり分かったので、うん、そこまではちょっと練習では黒の方がいいって思っちゃう時とかもあったんですけど、うん、でももうそれではっきり決まった感じです。そのなかなか結果と自分の感覚がこう結びつかないと、はい、はい、まあ、レースと練習のもがきはまたちょっと違いますし、うん、あと競争ギアの1枚落としだと黒のフレームの方がいいけど、うん、競争ギアでやると重くて踏みこなせないところがあったので、うん、ただ軽いピンクの方のがギアかけてる分いいのかなと思って、うん、一番その自分らしい走りをするには、はい、いいのかなって思います。ちょっとじゃあその、まあ、はい、フレームの決断もありつつ、はい、24歳になりつつというところですね、はい、デビューでもう4年目 ?5 年目5年目7、4、さくらちゃんが6、3期生だ、うん、早い、早くもないですけど、うん、で24歳になって初戦を迎えにあたって、はい、まだそのやっぱ年齢というのは感じる部分というのはどうなんですか、そのスポーツ選手的には。あんまり、うん、あんまりでも、うん、もう24なのって言われるようになっちゃったので、もう、まあ、ちょっと大人になるように考えます。それは人としてというと、はいはい、いつまで経っても、うん、なんか106キロの中ではミユとかミサキが一番下だったじゃないですか、うん、はい、だからいつまで経っても下みたいな、うん、なんか幼いって言われちゃうんで、大人の女性にボケっと女、はい、お菓子をずっとこう食ってるような、はい、やめます、はい、じゃあ大人の女性アスリートとしての新境地を切り開くというところで、はい、そうですね、まあ、ちょっとファン投票で2位で選んでいただいているので、はい、決まります。うん、まあちょっとまあ、はい、こういう構成も走り、うん、数としては多いんでしょうけど、うん、何か打開しないといけないというのが今の、はい、あります。何か一個あるでしょうか、はい、頑張ります。秘策はあるんですか？秘策は、まあ、それなりに考えてきたつもりなので、うん、頑張ります。そうか、今の反動だとあまり考えてないんでしょう、はい、でも、じゃあ24歳になったから、はい、23歳とは違う走りができるか。じゃあそれはレースを見て楽しみにします。はい、頑張ります。あとはそうですね、そのちゃんと松本さんに書いてもらえますけど、はい、寄付活動ですね、しっかり、はい、そうですね、優勝してまたしっかり寄付できる。川崎平塚も続けてこう、はい、あ、そうです、はい、パターンとしてはどうなんですか、その毎回それごとににやろうっていうふうに思ってますけど。でそれは単純に口座振り込みでできるの？それは変わらず。できます、はい。じゃあ開催ごととかでも。そうですね、はい、じゃあできるだけ多くできるように優勝をつかんで頑張ります。まだやっぱニュースになるからですね、マルチョウは。そうですね、はい、しっかり頑張って、はい、